はい、とうとう発芽実験の結果が出たようです。見てみましょう。まず枝豆からです。はい、水を与えたものがあです。はい、水を与えたものは、はい、どうでしょうか。見づらいですか。はい、上から、はい、どうですか。はい、ズームアップ。はい、間違いなく発芽をしています。そして水を与えない方は、はい、全く何も変わっていません。さあ、次のつるなしインゲン。はい、あーです。はい、ここでもう見えますかね。はい、はい、上から見ます。はい、これもしっかり発芽をしています。はい、水を与えないものは、はい、はい、綺麗なピンク色の種のままです。発芽してません。はい、もう一つさやインゲン。はい、葉は見えますでしょうか。はい、上から見てみましょう。さあ、はい、もうかなり根が伸びてしっかり発芽をしてます。はい、水を与えないものは、はい、全く変化していません。ということで、水を与えたもの与えないもので比べたときに、水を与えないと発芽はしない、水を与えたものは発芽をするということが、これで分かったと思います。はい、次は枝豆で、空気のあるところとないところ、水中に種をまいたやつを見ます。はい、まず空気のあるところ、はい、上から見てみます。はい、ちょっとこれは分かりませんが、発芽してないようです。はい、そして、水中に沈めた方、はい、水中に沈めた方、はい、こちらもちょっと発芽している様子がないようです。はい、つるなしインゲンを見てみます。はい、まず、はい、空気のあるところ、はい、さあ、はい、もう分かりますね。もうかなり長く根が伸びてます。はい、しっかり発芽をしています。そして水中のものは、はい、ちょっとここではよく分かりません。後で取り出してちょっと見てみましょう。はい、そしてさやインゲン。はい、空気を与えたもの、はい、どうでしょうか。はい、これも見事に発芽をしています。そして水中のものは、はい、はい、ちょっと発芽している感じはしませんという結果になりました。はい、ここでちょっと枝豆について触れておきますが、最初に見た「あ」「あ」と「う」についてはこれ全く同じ条件です。普通に出し目に水を湿らせて、その上に種を乗せただけで、「あ」については発芽をしていたが、ウについては、まあ、発芽してなかったという、これはですね、個体差があります。はい、裏を見ると分かりますでしょうか。はい、発芽率 75% 以上と、つまり 100% 全ての種が発芽するということではないということなので、枝豆については、まあ、2つのうちの1つ、片方しか発芽しなかったということです。そしてつるなしインゲンの水中に沈めた種、絵についてですが、中の種を取り出してみました。はい、これです。そしてですね、はい、これを拡大してみると、どうですかね、ここの今刺している部分、はい、ここの部分ちょっとなんか発芽したような感じがしますよね。
実際に実験するとですね、水中に入れた種も何パーセントか発芽をするということが今まで何度も確認できました。教科書では水中に入れたものは発芽しないというふうになってますが、現実実際に実験してみると結構発芽するものもあるということです。はい、教科書に書いてあるものが 100% 正しいということではありません。はい、最後は温度によって発芽するかしないかの実験です。はい、室温で、はい、箱の中に入れて、真っ暗闇の箱の中に入れたものです。はい、枝豆を見ます。はい、どうでしょうか。はい、見たところ発芽している様子はありません。さあ、つるなしインゲン、はい、開けます。さあ、どうでしょうか。さあ、もう見たらすぐ分かりますね。もうかなりのものです。もう相当の根が伸びてます。はい、しっかり発芽してます。はい、最後、はい、さやインゲン、はい、開けます。はい、はい、これももう見てすぐですね。はい、はい、これもしっかり発芽しています。ということで、枝豆についてはですね、発芽率が悪いというような感じがしますので、他のさやインゲン、つるなしインゲンについてはちゃんと発芽してたということです。もう一つ付け加えておきます。枝豆が発芽率が悪いと言ったんですが、この裏を見るとですね、はい、発芽日数と、あと発芽の適温というのがですね、ほら、25度から30度、つまりこの枝豆というのはかなり気温が上がらないと発芽しないと。それに対して、はい、つるなしインゲンは、はい、20度、もう発芽適温20度で、もう発芽すると。さらに、さやインゲンの方も、はい、20度から25度と。ということは、この枝豆は一番気温が高くないと発芽しにくいという、まあ、その辺のところも原因かと思います。もうちょっと置けば枝豆もすべて、しっかり、発芽するものと考えられます。はい、ではついに冷蔵庫を開ける時が来ました。はい、開けドア。はい、どうでしょうか。はい、まず枝豆はどうでしょうか。はい、枝豆、はい、発芽している様子はありません。はい、はい、つるなしインゲンはどうでしょうか。はい、はい、上から見ます。はい、これも発芽している様子はありません。はい、最後、さやインゲン、はい、どうでしょうか。はい、これも上から、はい、はい、綺麗なピンクの種のままですね。はい、これも発芽していません。はい、ということは冷蔵庫の中、気温の低い冷蔵庫の中では種は発芽しないということが分かりました。これももちろん発芽しにくいということで、100% 発芽しないという、そういうことではありません。はい、では結論。種子が発芽するには水、空気、発芽に適した温度の3つの条件が必要であると。肥料はいりません。そして光を当てる必要もありません。さあ、種子の発芽する3条件。はい、言ってください。水、空気、温度。水、空気、温度。というふうに、簡単に覚えられると思います。
学校が休校で考えること、今日一日を大切にしてください。